ゼロトンプスさんからもね、震災の件についてね、ちょっとメールをいただいております。よいしょ、皆さんは希望の缶詰を覚えていますかと。東日本大震災の時、宮城県石巻市にあった日野屋石巻水産の工場が巨大津波に跡形もなく流されてしまいました。この工場の瓦礫の中から大量の缶詰が発見されました。支援物資が行き届かない中で、この大量の缶詰が避難所の人々に元気を与えました。復興支援のため泥だらけになった缶詰を一つ一つきれいに洗って、希望の缶詰として販売されました。私は前橋市内の食の駅で販売していた希望の缶詰を購入しました。同時に販売していた復興支援の感謝の缶詰も大量に購入しました。その3年後、関東地方全域で豪雪が発生して、前橋市内でも食料が買えない事態になりました。この時に感謝の缶詰を開けて、私の家族は食事をすることができました。まさに情けは人のためならずを実感したのでした、というね、メールをいただきました。人が人を救った、うん、本当にそうでしたよね。今例えば直下型地震、あと南海トラフ、もうかなりの確率で来ると言われているということは、いつ起きてもおかしくない、誰もがね起きてもおかしくない、もちろん私たち群馬県でも起きてもおかしくない状況でございますのでね、今自分の地域に起きた時に自分はどういった行動をしなければいけないのか、改めて私も考えていきたいなと思いました。さあ、そしてこのね放送が、終わった午後2時46分、地震が発生した時間でございますね。犠牲者に対する弔意を表し、防災行政無線により1分間サイレンを鳴らすことになっております。市民の皆様には黙祷をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さん本当にねメールありがとうございました。